大会の3日目になってようやく古賀の出番がやってまいりました。日本柔道界のその名誉にかけても古賀の切れ味鋭い背負い投げに期待したいところであります。2回戦から登場です。対戦相手はスイスのペレット。やはりヨーロッパの選手も古賀の背負い投げは十分に知っております。なかなか十分には取らせてくれません。そこを古賀がどう攻めるか、じっと気を伺います。まずペレット、そして古賀の小内刈り、これはポイントにはなりませんが、主審の待てのコールですが背負いに行きました。これは待てです。残念ながらポイントにはなりません。しかし古賀なかなかいい動きを見せています。スイスのペレット、さあいった、決まった、決まりました、鮮やか一本勝ち、袖釣り込み腰です。3分をわずかに超えました。まず初戦古賀一本勝ちを収めました。